っと聞いてよ。めっちゃ可愛いんだけど、え、可愛いって言っていいのかな、樋口先輩。なんか嫌がらんかな。そう、樋口先輩もね、配信で喋ってたけど、もうお仕事一緒で、でお弁当もらったんよ。でもしかもお腹いっぱいだったから、その時お弁当いらないなと思ってたんだけど、そしたら樋口先輩が、え、スル食べないのみたいな、いらないのって言われて、いやお腹いっぱいなんすよねみたいな言ってたら、なんかね、すごいね、めっちゃ分かりやすいよ、あの人。すぐね、思ってること顔に出るタイプだと思う。もったいなみたいな顔してて、あ、欲しいのかなこれあげようかなと思って、あ、持って帰りますって聞いたら、え、いいのみたいな、いや、こんな生でない、ごめんごめん、え、いいのみたいな、秒で返事返ってきて、可愛かった、めちゃくちゃ。お弁当2個持って帰ってた、可愛かったーマジで。なんかね、いやもうあの、面と向かって可愛いって、あの、言いやすいタイプと言いづらいタイプいるんだけど、そんなの子、あれ、デロン先輩のはね、面と向かって欲しくは言えなかった、可愛いって、うん、困らせてしまうと思ってね、言えなかったけど、星川が女の子だったら、もう女なんだけどね、あの、女だったらデロン先輩みたいな彼氏が欲しいし、もし仮に星川が男の子だったとしたら、デロン先輩みたいな彼女が欲しいなって思った。うん、そのぐらいめちゃめちゃね、あのね、あの、なんか刺さった星川にめっちゃ刺さったその瞬間、うん、それまで別にそんな風にね、あの、見てなかったんだけど、あのギャップがね、刺さった星川にいや、かっこいいんだよ、かっこいいオーラ出てんだけど、かわいいんだよなまあでもちょっと本人にはさすがに言えない、あの、困らせてしまいそうだから